は肘と肘をしっかりとくっつけて下から上に伸ばしましょう。肘と肘をくっつけて肩甲骨を開きます。こっから下から上に伸びる。胸を気持ちよく開いて腹筋を伸ばしてください。下から上に体を縮めていく。腹筋をぐっと縮めながら骨盤ごと体を丸めていきましょう。お腹の収縮を感じて体を小さく丸めていきます。3種目目は膝を軽く曲げます。膝つま先外向きです。ここからお腹をぐっと含んでしっかりとシェイクしていきます。肩が正面に向くくらい頑張ってひねっていってください。はい、4種目目は手を頭の後ろに運転、綺麗に胸を張ります。胸を張った状態から肘と膝をタッチ、お腹の横のラインがギュッと絞れるイメージを持って左右交互に繰り返していきます。横を向くとこんな感じ、しっかりひねることを意識してください。同じく手は頭の後ろ、しっかりと胸を張ります。この状態からガニ股にして肘と膝をタッチ、体はちょっと横にしならせるようなイメージです。次、横に今度はツイストしていく動きです。正面、肩の力を抜いて姿勢を整えます。この位置から足を下げる。前の足の方向に体をひねって戻しましょう。反対も同じように。目線はできたら腕の方を見ながらやっていくと安定感が増してきます。はい、ぜひ立ったままできる3分腹筋チャレンジで素敵なくびれ目指していってください。ありがとうございました。